朝ドラ「虎に翼」第34回あらすじ。猪爪家にて見合い相手が見つからず婚活に苦戦中の虎子。そんなある日、帰宅すると久しぶりに立ち寄っていた元書生優さんに出迎えられました。実は優三は父直言から虎子が見合い相手を探しているが、未だに相手が見つからない件を聞いていたのです。トラコが見合いの件を愚痴り始めると、ユウさんは驚くべきことを口にします。なんとトラコにプロポーズを始めたのです。ユウさんはトラコが求める社会的地位を得るための結婚相手に立候補しました。驚くトラコはユウさんも社会的地位が欲しいのかと確認します。するとユウゾウは独身の生きにくさは男女ともに同じだと答えるのでした。プロポーズの後、雄三の話を聞き、願ったり叶ったりな話だと喜ぶトラコ。早速、直言と母、春に許可を取り、二人はめでたく婚約したのでした。間もなくして、念願だった伴侶を得たトラコは、裁判を初めて一人で任されることになりました。張り切るトラコは、一角の弁護士として歩み始めたのでした。渡りに船で婚約決定を言うさんさんと利害関係が一致し、まるで企業合併契約のように婚約が成立します。結婚相手に立候補するのはなんと長い付き合いの言うさんさん。しかも今で言う交際ゼロ日婚のようなスピード合意に至る展開が見どころポイントになりそうですね。特にユウサンさんが、それ、僕じゃダメかな、と立候補する形でプロポーズをするシーンを楽しみにしています。昭和初期としては、かなり珍しく独特な結婚のまとまり方だったのかなと想像しています。ただいま会、ユウサンさんが、利害関係が一致するから、結婚相手に僕を選んでくださいと営業する姿は、あくまでトラコちゃんを説得するための表向きの理由なのではないでしょうか。もちろん独り身で肩身の狭い思いをするのは男性も同じだったと思います。しかしこれまでユウサンさんがトラコちゃんを見つめる時の視線はいつも温かく慈愛に満ちているものでした。ユウサンさんは好きな人と結婚できる好機を逃すまいと意を決してやってくるのだと勝手に思っています。それだけに裁判に立ちたいという横浜な思いで結婚をしようとするトラコちゃんとピュアな思いを胸に秘めている雄三の対比が描かれてほしいです。加えて2人が突然結婚する許しを請いに来て両親がどんな反応を見せるのかも楽しみですね。トラコちゃんがあれだけ女学校時代に嫌がった結婚話をぐいぐい進める虎に翼第34話。朝ドラファンたちが渡りに船の婚約合意に大注目する回になると期待が高まる以上、虎に翼7週34話のネタバレあらすじ予告でした。